こっちかい。ダー演劇集団青の会 YouTube チャンネル高橋です。今日はなんと緊急で動画を撮っておりまして、なんと2月3日節分の日ということで、青鬼がえらいことになっているそうです。ということで詳細はこちらです。ということで節分イベント開催中ということでチャレンジしていきたいと思います。で、2月3日から2月4日の15時、3時までのイベントということで急遽撮っていきたいと思います。で、100人バトルをしていくということなんですけど、どう？そう、ここで大体こう見ていくと、ランクがマスターってなると結構なレベルが高い方がいらっしゃる感じですよね。青逃げがね、未だかつて数回しかできたことないんですよね。お、始まりますな。始まりますね。始まりますね。限定イベント。お、お、お、自分が青になってる感じ。青鬼が、ちっちゃい青鬼がいっぱいいるよ。いつも大きいんですけど。なんか、青鬼の音しないですね。自分が鳴ってるから。自分が鳴ってるから、青鬼の音がしない感じですね。そしてペットは一緒なんですね。スキン、なんか大きいの見えましたよ。今大きいのが見えたよ。ん、なんか巻いとる。おお。そして自分が迷子になりそう。青鬼がいっぱいすぎて倒れとるがなー。ということは、ということは来てるってこと？このパターンは逆パターンになるってことですよね。自分が鬼だったらなんか来てるね。おお、ヒロシがでっかい。しかもめっちゃ豆まいとった。あ、霧が出てる。あ、霧は出てくるのね。オーケーオーケー。そっちから出てくるから逆方向に行った方がいいのかな。なんか、おお、オフ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 。もうなんか、自分がどの青鬼かが分かんなくなってくる。そっか、そっちから霧が出るんやった。もうすでに11人なんですけど、早ない？早くないですか？ちょっと青鬼追加までって出てますけど、このヒロシが追加されるパターンね、今回はね。もうなんか自分が連れてるペットで判断するしかない感じですよね、これね。いるね、人に。いや、でも上、もうここまで来てるね、霧がね。どこ？そこにいるのね、オッケー。いや、霧だな。気づかれないように、気づかれないようにしたいです。あんた、ばば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 あと5人、5人が早く終わって青銭かーい。ガスマスクとか欲しいんだけどなー。やってる間ない、暇ないね。よいしょ。ん？ん？おお、青逃げ成功しました。マジで？ちょっとちょっとちょっと、だってマスターの人いましたよね。レベチな人い、マジか。ちょっと、ということで調子に乗ってもう一回やってみたいと思います。ちょっと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 、そうで、ちょっとふと疑問に思ったんですけど、これ今ミツバチさんじゃないですか。これスキンを変えたらまた違う感じになるんだ。そんなことない。この前ゲットしたダー子さんを
連れてったら優勝間違いなしって書いてあるから、これ2回連チャンある。青逃げそんなことある。スキンが違えど違ったらいけるんかな。どうなんだろう。なんかちらっとダー子さんいましたね。今回はマスターの人いる？いる？いな？え？お、なんか燃えとる。え、どういうスキン？とはいえダー子さんになっても青には変わらない感じですね。あ、いや、いるね。強い方いらっしゃいますね。そちらにね。なんかヒロシが降り立ったんですけど、これどうやって抜けたらいいんだろう。いや早速倒れてるけど、いや、どうやって抜けたらいいのこれ。ここの場所の出方がわからない。お、あ、そういうこと。この下。オーケー。もうすでにバタバタ倒れてますけど、こっちも倒れてるよ。え、ここ行き止まり？もうなんか迷路みたいになってますけど。こう。お、そっから霧が発生してる。ガスマースってやってしまった。念願の。とはいえですよ。そんなに入れないと思うんですよね。これ、行き止まり行きたいんですけど。え、ちょっと待って。逃げるとこなくない？どこにいるの？いや、でも、ここから行けないですもんね。ちょっと、霧が広がってきた。どこに行ったら逃げれます？みんなバッタバッタ倒れてますけど。ガスマスクつけてるからいいけどさ。おお、こっちかい。だー!2 体揃っていった。ここも行き止まりか。早くなったけどさ、ローラースケートで。扱い方が分かんないよ。何もないんやけど、なんかさ、もうちょっと広いとこないですか。めっちゃ豆まかれてるけど、きたー。ちょっと。そうやってくるのは反則じゃない？マジか。いや、とはいえ今回は青逃げ成功しました。で、今回は青鬼とヒロシが逆パターンっていうことで、約1日限定ということでチャレンジさせていただきました。動画にコメントいただきました。マジかよ、むずすぎない。ということで、前回の青鬼にいただきました。いやー、マジでむずいです。なので今回青逃げできたのが本当に奇跡。マジで奇跡です。もう年で1回あるかないかぐらいなんじゃないかと思ってます。もう早々に2月に青逃げができたというね、奇跡です。奇跡でございます。今年はね、いっぱい青逃げそして試練を達成できるように頑張っていきたいと思います。いただいたコメントはご紹介させていただきますので、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた来週。